皆さんこんにちは今回は AO 推薦入試プレゼン対策資料の準備に関する注意点についてお話ししていきたいと思いますまずプレゼンで必要となる基本的な資料は2つあります1つ目スライド2つ目ハンドアウトえこの2つが必要になってきますはい 1>, 1つ目のスライドについてですが昨今パワーポイントを使用するケースも多いんですけれども中には模造紙紙の媒体でプレゼンを行うケースもありますその場合であっても字は大きい方がやはり相手にとって見やすいですスライドの場合はフォント48以上こちらを推奨しています さらにデザインについても特に凝ったものを作る必要はありませんスライドであれば白でシンプルなのカラーは三色以内に抑えてくださいアニメーションなどは必要ありませんあくまでもプレゼンの主役をスライドにしてはいけませんスライドというのはプレゼンをより充実させるための補助でしかないんですね 次にハンドアウトについて説明していきたいと思いますハンドアウト配布用の資料ですねこちらは審査官が最も近くで見る資料ですですからそのことを意識してしっかり作り込むことが大切なんですねこちらは人数分用意することが大切ですただ本番で何があるかわからないので予備としてちょっと実際の人数よりも多く印刷しておくことが大切です くれぐれも単なるスライドの縮小コピーこういったことは NG ですのでやらないように気をつけてください。ハンドアウトでどのようなことを書けばいいのかそれはまずプレゼン内容の要点を整理したものまたはスライドでは見せにくい細かな図であったりグラフこういったものを載せることが大切なんですね。分量としましては A4 用紙1枚から2枚これを目安にしてください。 あまりハンドアウトの量が多すぎると審査官はその資料にばかり目がいってしまいますので、この点注意をしてください。はい、今回は以上になります。それではまた次回お会いしましょう。